モンスターストライクモンスターストライクザムービー始まりの場所へモンスターストライクザムービー始まりの場所へは2016年12月10日に公開された日本のアニメーション映画全国映画動員ランキングで初登場1位を獲得するヒットとなったアニメモンスターストライクの第1期第2章の後日談でモンストが開発段階だった頃の日本を舞台にした レンたちの過去を中心に描かれる。特報映像では、アプリ版に登場するモンスターのアーサーが登場する。小学生時代のキャストの一部は、ウェブアニメ版と同様。土日2日間で動員約40万人、公衆4億4000万を記録する、ロケットスタートで、まだ公開3週目の、ファンタスティック、ビーストと魔法使いの旅を抑えての1位という快挙を成し遂げた。 キャッチコピーは、モンスト、映画化。遠くへ行くほど、僕らは近づいた。いつだって、僕らは、仲間だった。そのオーロラは、災いの序章だった。誰と一緒に泣きますか脚本家は、僕だけがいない街、配給。などで評価が高い岸本拓。脚本執筆にあたり、グーニーズのような冒険を意識したと語り、導入は、グーニーズなんですけど、劇中には、 スタンドバイミーのような要素も含まれてますと明かした。ストーリー構成は、ゲーム428封鎖された渋谷デーなどで、高評価された、石井二郎、アニメシリーズ、妖怪ウォッチの TV 版と映画版を手掛けた、加藤陽一といった豪華クリエイター陣が集結。声優も、主人公役の坂本真也を筆頭に、多彩な活躍で知られる、水木奈々、山寺光一、そして、 名優、北王子金也といった豪華キャストの起用が実現した。モンストを知らない人からの満足の評価もかなり多かった。その理由は、取りも直さず、アニメのクオリティの高さ、そして誰しもが共感してしまうストーリーにあるのは間違いないなどと高評価であった。本作が公開される劇場では、モンストの年末年始、イベント、 モンストカウントダウン1617キャンペーンの一環として、公開日から同年12月25日まで、劇場版連動のプレミアムガチャが無料で引けるオラタマがプレゼントされ、さらに劇場でのエリアクエストとして、ゲノムの降臨クエストが先行プレイできるキャンペーンが行われた。なお、公開初日と11日の2日間はオラタマが10個プレゼントされ、 12日以降は1個プレゼントされた。また、入場者プレゼントとして、劇場版で登場するモンスターが描かれた、海運カードと呼ばれるトレーディングカードが、数量限定で配布された。初日と11日の全国、観客動員数ランキングでは1位を獲得し、それを記念して、翌週の17日と18日にオラ玉が3個、獲得でき、 劇場のエリアクエストで新たにドゥームからカルマまでの当人が登場する超絶クエストが登場するキャンペーンが緊急開催された。モンストグランプリに向けてモンストコロシアムで太陽たちとバトルしていたレンたちだったがその帰りにミンが突然チームの脱退を言い出してしまう。その直後にモンスター召喚システムが突如作動しエッポカとそれを追うゲノムが現れる。 レンたちのモンスターを次々と倒したゲノムはエポカを使って時空の彼方に飛び込みゲノムを止めようとしたアキラもそれに巻き込まれる。飛ばされたのは4年前の世界。モンストが開発段階だった頃の時代だった。その時代でモンストの開発に協力する小学生、ホノーレンと3人のチームメートはある日とある研究所で現実世界にいるはずのないドラゴンを目撃する。 大人たちの陰謀から逃れ、旅に出る少年たち。その目的地は、考古学者であるレンの父が失踪した場所でもあった。父の背中を追い求めるレンは、仲間とぶつかりながら、自分が一人ではないことに気づき始める。始まりの場所へたどり着くとき、すべての謎が明かされる。2016年7月23日に配信された、アニメ第33話のラストで龍馬の、 重心化発表と同時に特報映像が公開され、公開日も発表された。2016年7月30日には本作のプレスシートが映画館で配布された。表面はシールになっており、剥がすことで内容がわかる仕様になっている。2016年10月1日に本作の前売り券が発売開始。2016年10月6日に 小学生時代のレンの声を坂本真也、小学生時代の春馬の声を村中友が担当することが発表された。2016年10月14日に追加キャストが発表され、アーサー役に水木奈々、ゲノム役に山寺光一が担当することが発表された。2016年10月20日に本作の正式タイトルと主題歌として、直人インキライミの楽曲、 夢のありかが起用されたことと、特報第2弾が公開された。2016年10月22日に配信されたアニメ、第45話のラストで特報第2弾のロングバージョンが公開された。2017年4月19日に DVD とブルーレイが発売され、レンタルも同時に開始された。それに先行して、デジタルセル版が3月8日に iTunes で、 3月19日に Google プレイなどの動画配信サービスで配信開始。1回目は第2作、空の彼方公開に合わせて、YouTube モンストアニメ公式チャンネルで2018年9月30日21時から、同年10月16日11時59分まで無料配信され、アプリ版でも映画連動ガチャが復刻開催された。二回目は第三作、 ルシファー絶望の夜明け公開に合わせて、YouTube モンストアニメ公式チャンネルで2020年10月29日16時30分から、同年11月9日11時59分まで、無料配信。なお、本編映像では開始直後のワーナーブラザースの、ロゴ映像がカットされ、本編終了後に、ルシファー絶望の夜明けの劇場予告映像が流れた。ありがとうございます。